駅構内を鶴見川から見る。左手が大木町方面、右手が海芝浦方面。浅野駅は神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目にある東日本旅客鉄道鶴見線の駅である。JR の特定特市内制度における横浜市内の駅。駅番号は事例後、鶴見駅と大木町駅を結ぶ本線から、 海芝浦駅方面へ向かう支線が当駅で分岐する。鶴見臨港鉄道の設立者で、浅野財閥の創設者でもある、浅野総一郎にちなんで名付けられた。大木町駅方面と、海芝浦駅方面の線路が、駅の手前で分岐している。大木町駅方面は、島式ホーム1面2線、海芝浦駅方面は、相対式ホーム2面2線の地上駅。 鶴見駅の列車は、大木町方面発列車と、海、芝浦発列車で、発車番線が異なるので注意が必要である。大木町方面のホームはそれほど広くないが、海芝浦方面のホーム、特に下りホームは非常に広い。弁天橋寄りには本線に隣接して、非電化の側線があり、不定期に運行される新芝浦発着の貨物列車が、ここで着回し作業を行う。 両線のホームの間に駅舎がある。この駅舎には JR 東日本労働組合横浜地方本部が入居しているが JR 東日本としては他の鶴見線のほとんどの駅と同様に無人駅である。簡易水カ改札機設置駅。駅舎は3番線につながっている。ホーム間はすべて構内踏切でつながっている。便所は駅舎に設置されており。 男女別で浄化層による推薦式である。国鉄時代には3万線ホームに鳥小屋が設けられていた。また、周辺の工場勤務者の退勤時刻ごろに合わせて短時間営業する売店がラッチ外に設けられていたが、1990年ごろに廃止されている。2008年度の1日平均乗車人員は894人である。無人駅のため、 2009年度以降の乗車人員は公表していない。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。ありがとうございます。